今年に入って、日本と韓国の関係改善が少しずつ進む中、B1 哨戒機へのレーザー照射問題に対して認め、謝罪協議が再開との情報をキャッチしました。今回は、北朝鮮のミサイル挑発に見る、日米韓の連携を詳しく見ていきますね。でもな、竹島の問題もあるんだよね。そんなに簡単な話ではないよね。2023年3月16日から17日の2日間の日程で、韓国のユン大統領が日本を訪問、岸田首相と首脳会談を行うなど、近年の韓国の政権には、珍しく、自身が大統領へと就任した2022年5月以降、日本との関係改善の動きを見せている。日本と韓国との間には、竹島の問題、従軍慰安婦問題等々、挙げれば、キリがないほどに、歴史認識に端を発する政治的な問題が横たわっているが、明確に、反日姿勢を政治的な指針としていたのが前、アヤザイトラ政権だった。そんな韓国において、現、ユン大統領とその政権は、そうした数ある問題の一つである、いわゆる徴用工問題について、その賠償金の拠出を、日本側の当該の企業ではなく、韓国政府機関の財団法人が、それを負担する案を提案している。徴用工問題とは、前、ムンジェイケン時代の韓国の司法が、1965年に、日本と韓国とが国交を正常化した際に取り交わされた日韓請求権協定を無視して、当該の日本の企業に賠償金の支払いを命じる判決を出したことで生じたものだ。国際法上の観点からすれば、日韓請求権協定が締結された時点で、日本やその当該企業が賠償金を支払う法的な根拠は一切ないとしか言いようがないが、反日という大義を振りかざした政治的な判断だったと言えるだろう。それでも、日本のリベラル派などからも、1995年当時は、日本が当時の朝鮮に対して実際に何を行っていたかの事実関係が必ずしも明確だったわけではなく、徴用工問題に対する日本側の賠償は当然というような論調も溢れていた。損あり屈が通るのであれば、今後、いくらでも、後付けで、日本に賠償を強いる判決を、韓国側の司法が行ったとしても、それらすべてにおいて、日本側は、対処を行うこととなり、国家間の取り決めなど効力を持たないこととなってしまう。それもあって、日本側では、徴用工問題についての賠償金の支払いなどという対応は、認めてこなかったが、ようやく、現、ユン大統領と、その政権となって、韓国も、そうした国際法上の当然の解釈に歩み寄ったと言えるだろう。ただし、日本側からしてみれば、そもそも前、ムンジェイン政権時代の韓国の司法が出した、判決こそが間違いであり、そこで求められた賠償金を、韓国側の財団法人が拠出すると言っても、根本部分で齟齬があることに変わりはないとも感じられる。それでも、本来、国際法的には、いわれのない徴用工に対する賠償金を、韓国側が自ら拠出するという譲歩を示したことで、政治的な落としどころとしては、これまでよりも、はるかに良くなったと見さしておくのが、賢明な態度なのかもしれない。細かな点はともかく、一応、このよう、形で、徴用工問題については、日本と韓国との間での政治的な解決が進められつつあると言えるが、この問題と別の側面では、そうした日韓関係の改善とは、言い難い部分も、当然残されている。その代表例とも言えるものが、韓国海軍の駆逐艦から、海上自衛隊の航空機に向けて行われた、レーダー照射事件であり、2018年12月に、
日本海の日本の排他的経済水域内で発生したこの問題は、今も韓国側が日本の非を指摘し続けている。この2023年3月23日に韓国で行われた国会内の国防委員会において、韓国の野党、共に民主党の議員が2018年のレーダー照射事件に関して質問を行い、これに対し、李国防部長官は当時の認識から今も変化はないとの答弁を行った。その変化がないという姿勢とは、2018年に発生したレーダー照射事件に対し、翌2019年1月に韓国軍が表明した見解で、韓国軍の艦艇からレーダー照射は行われておらず、日本の航空機が危険な挑発行動を行ったとするものを指している。韓国軍は、そうした事実に反して、日本側が一方的に、その事件を世界に向けて発表したと非難しており、こうした行いを日本は認めて、今後が改め、その事件における自身の行いについて謝罪をするべきだと主張している。こうした動きは、冒頭で述べたように、現、ユン大統領が先のように日本を訪問し、いわゆる徴用工問題について、一応の解決策を示したことを受けて、野党である、共に民主党が同政権への政治的な打撃を起としていったことは想像に難くない。前ムンジェイン政がそうであったように、韓国の社会に広くあまねく浸透している反日という思想信条をバックボーンとして、自国民の民族的な感情の喚起を起としており、それによって現政権の支持率の低下を狙ったものなのだろう。そもそも、このレーダー照射事件とは、2018年12月20日に、能登半島の沖合の日本の排他的経済水域内で生起したもので、韓国海軍所属の駆逐艦である、広平木土田洋が、現場に現れた海上自衛隊の P1 哨戒機に向けて、火器管制レーダーを照射した事件である。当時、この海域には、韓国海軍の、広平木土田洋のほか、韓国海洋警察庁の警備艦、マイリホーがおり、同艦からは、その搭載艇とおぼし、12隻の小型のボートが、北朝鮮の漁船とみられる船に対して、何らかの活動を行っていたと推定されている。これらの駆逐艦、広平木土田洋、警備艦のマイリホー、そして、小型ボート2隻と、北朝鮮のものとみられる漁船を発見した海上自衛隊の P1 哨戒機は、その状況を確認し、記録として残すべく、上空から写真撮影を行う行動をとった。すると、駆逐艦、広平木土田洋から、当該の P1 哨戒機に向けて、火器管制レーダーの照射が行われ、P1 哨戒機の機内には、それを感知して警報音が鳴り響き、異常を感じたため、P1 哨戒機は、急いで距離を取る行動を行った。これら一連の現場の模様は、今でも、インターネット上の防衛省のホームページ内でも公開されており、およそ13分強の映像で、当該の P1 哨戒機が直面した、緊迫した状況を、誰でも簡単に視聴できるようになっている。もともと、日本側は、当該の海上自衛隊の P1 哨戒機が、韓国海軍の駆逐艦、広平木土田洋から、火器管制レーダーの照射を受けるという、およそ、準同盟国としては考えられない事態となっても、韓国側との関係悪化を踏まえ、慎重な姿勢を示そうとしていた。しかし、日本側の記録映像からも、火器管制レーダーの照射が行われたことは、ほぼ間違いがないにもかかわらず、韓国側は、二転三転する言い訳を繰り返した挙句、レーダー照射そのものを行っておらず、日本の挑発であると主張し始めた。
そして、最終的には、北朝鮮の漁船の救助という人道的な行為を行っていた韓国側の駆逐艦、ヒロヒラキ土田洋に対し、海上自衛隊の P-1 哨戒機が、危険な低空飛行で挑発を行ったと非難し、日本側への謝罪まで要求し始めた。素人目にも、当時の記録映像を一別すれば、事件の起こった当日の海はないでおり、視界も良かったことが確認できるが、韓国側は悪天候であり、そのため、北朝鮮の漁船に向けて、捜索レーダーを使用していた等の主張を展開した。そして、最終的には、こうした自らが、一旦は発したコメントも、すべて翻して、駆逐艦、ヒロヒラキ土田洋は、いかなるレーダーも使用しておらず、海上自衛隊の P-1 哨戒機が、必要のない危険な低空飛行で、威嚇をしたとの主張に転換する。ここに及んで、日本側は、韓国側と、これ以上の協議を行う意味はないと判断し、このレーダー照射問題は保留されて、今日を迎えていたが、野党、共に、民主党が、現、ユン大統領への批判を行うにあたり再利用されている、状況である。韓国国内の、政治的な状況について、日本が口を差し挟む必要は、ないとは感じるが、共に、アメリカの同盟国という、関係下で、いわば準同盟国とみなせる日本に対して、火器管制レーダーを照射した事実は、重いだろう。日本は、確か2013年に、中国軍から、レーダー照射を受けた事件も、経験はしているが、中国は、今や、日本の最大の仮想敵国であり、その意味においては、危険性は変わらないとはいえ、起こり得る事態であったように思える。